今回もやってきました、はい、回を増すごとに暗くなっていくこの回3回目、ナスケ君、どうもよろしくお願いします。はい、ナスケです。よろしくお願いします。今回のテーマです、はい、筋トレを初めて気づいた5つのメリット、はい、そしてデメリットを5つ教えてください。わかりました。1つ目、はい、メリットの1つ目は辛いっていうことのハードルがすごい上がるっていうことです、うんうんうん、だからやっぱり食事とか筋トレとかやっぱり結構辛い時はすごい辛くて、何か食べたいって思う時にでも我慢をしないといけない時はもちろんあったりとか、まあ、疲れてる時も自分のルーティンを崩さないように筋トレをやって、よりなんか筋肉も疲れて、なんかそんなことを繰り返してると結構体的にもすごいタフになったりとか、メンタル的にもすごいタフになって、なんか大抵の物事が割といつもやってることよりは楽かもしれないとかって思ったりして、辛いってあんまり思わなくなる。確かに。っていうのはちょっとあるかなと。超強化。それはもうまさしくちょっとあの盲点でした。なんか言われて改めて、あ、確かになって、うん。あ、よかった。それは今始める人、今始めてもう、まあ、1、2年の人はまだわからないと思うんですけど、はい、これメリットだと感じて、うん、この先やってもらえると辛い時いっぱいあるんで、筋トレって行くのめんどくさいとか含め、でその時にそういった肥やしが自分を大きくしてくれるっていう多分結果なんですよ、この言葉って。なるほど、めっちゃいい。一発目がめっちゃいい。あー、よかったです、よかったです、嬉しい。二つ目気になるぞ。いやもう上がってきたね、だいぶ、あの期待を。ちょっと待って、上げすぎちゃうか。あー、わかりました。いやちょっと下げていいですか。あ、じゃあこう、一回いきます、はい、メリット二つ目は、はい、すごい気持ちが晴れるっていうのは、あの気持ちが晴れる、はい、はい、なんか、やっぱりトレーニングをした後ってなんか僕何回かすごい経験があるんですけど、もやもやした状態でジムに行くことが何回かあったんですよ。なんかそれこそ人間関係もそうだし、仕事でうまくいかないとか、すっごいすっごい家で悩んで、うん、うわもやもやするなとかって思って、とりあえずジム行こうと思ったらすっごい気持ちが軽くなったことが経験上もう 3,4 回覚えてて、あ、めちゃめちゃ下がってて上がったってことか、はい、極端に。そうです。でその筋トレやった1時間後にすっごい気持ちよく歩いてるんですよ、外を。はい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 。なんかさっきモヤモヤしてたけどすっげー気持ちいいと思って、なんかそういうのなんかあるのかなとかって思って。ストレス発散でもですね、要するに。うん、多分なんか頑張ったことに対する達成感なのか、なんかそういうアドレナリンが出てるのか、なんかホルモン的にいいのかわかんないんですけど、すっげー気持ちいいって思ったことがもう明確に覚えてたりしてて、なんかモヤモヤした時は絶対筋トレ行こうって最近は思ってる。むしろ、はい、なんか俺はそこまで明確な経験がないんだけど、でも思うのはストレス発散確実になってる。あ、絶対になってる。それはもう科学的にも証明されてるはずだと思う、うん、なんでかっていうと、その僕はダンスを通じてちょっとこれから言うことをお伝えたいんですけど、なんかダンスって思いっきり、僕のダンスはぐるぐる回るブレイキンなんで、うん、思いっきり力使うんですよ。そのすごい全身固めたり、要は本当にフィジカル的に力を使う、はい、で体力も使う、要はやりきるっていうことですよ。だから疲れるとしんどいんだけどさっぱりするんですよ。そうです。でなんかもう要は出し切ってるから。で怒りとか悲しみとかいろんな感情があると思うけど、例えば怒りにおいてはなんかそのフィジカルに何もできない、うん、でもそれがコントロールできない人は人を殴るわけでしょ、うん、要するに自分の力をどっかで放出したいストレスが体に溜まるっていうのは多分人間が持ってる生理現象だと思ってる。ってなった時に筋トレまさしくぴったりで、わーっていくじゃないですか。怒りをぶつけられるという。そう、ムカつく人とか思い出したり、でそれ悔しさをあと、もういいね、もう一年、うれやみたいになって、確かに確かに、やりきれるから一旦そこで、うん、その人に何もできてない、その環境に何もできてなくても一旦自分の中で消化してるから、確かに、はあ、まあいいかなじゃないけど、うん、多分フィジカル的にスッキリするんだと、うんうん、それはホルモン的にも絶対影響してると思う。ああ、そうですよね。でもこれはすごい僕のメリットだなって感じました。あ、日本人に合ってるかもしれないですね。ああ、そうです。それ社会だから筋トレぐらいで、確かに確かに、うわーってやるのは俺いいかもしれない。確かに、それスッキリ寝れますもんね。寝れる。確かに確かに。いや、いや、いいじゃないですか。ああ、よかった。いや、期待下げるとか言ったら、いやな、全然全然。なるほど。いや、やだな。次ぐらいターン来るで。いや、なんか3個目ですね。はい、またちょっと下げていいですか。顔が小さく見える。あ、わかる。薄っ。
この流れから精神系からも顔小さく見えて、はい、でも最近すごい、はい、本当に僕絶対顔小さくなったとか絶対ないんですよ。もう骨格上ありえないです。ちっちゃくはならないんです。そうですよね。でもやっぱり筋トレしていけばいくほど顔小さいのすっごい言われる。あ、そうなんですか。はい、これはでもすごい嬉しいじゃないですか。確かに。だからなんか逆になんか筋肉ない人が見ると、あ、こんな普通ってこんな感じの体のバランスなんだって思うぐらい、なんか筋肉にすごい慣れてしまって、あ、筋肉の上に顔があってちっちゃーみたいな。でなんかやっぱスタイルもよく見えるのかなとかって思ったりして。あ、スタイルの良さの定義は多分いろいろだと思うんですけど、多分人間的そのボディバランス、美的観点で言うとそれは俺あると思ってます。だってほら、頭、肩、それに足にこう繋がるこの V ラインっていうのが一応人間がその定める美しい体、要はランウェイとか歩けるモデルさんって、はいはい、やっぱ決まってるんですよ。8頭身、頭ちっちゃい、顔がちっちゃい、肩が怒り型の人、はい、俺みたいになで型の人は無理やと、モデルは。そうなんですか。うん、やっぱりその バランス、あとは服が似合う人って怒り型の人や。そうなんですか。ハンガーがさ、例えばめっちゃわかりやすいけど、はい、ハンガーめっちゃ斜めなやつとかあんの、はいはい、服吊るしてみんや、服めっちゃダサに見えるやつ。でも怒り型のやつにパーンかけてみんや、ちゃんと見えるよ。確かに確かに。だから怒り型がいいんですよって考えたら、肩を育てて、そう、肩を育てると横に広がるから、はい、顔に対しての比率が横に広がると美的に考えてもどう考えても美しいんですよ。じゃあやっぱいいですね。スタイルはいいんですよ。で足にクラフトしてもまあ言うたってズボン履いてるとかこうなるわけなんで、はいはいはい、まあ極端なボコボコな体にならない限りは筋トレした方が美しくなるは正解だった。よかった。じゃあちょっとメリットとして、いやメリットでしょう、ね、あ、よかった。顔が小さくなる現象は僕も動画で語ってるんで。はい、本当ですか。あの言ってます。それは肩を鍛えるメリットの一つとして自分も感じている部分なんで、はい、それを確実にあります。あ、やっぱそうなんですね。よかった、嬉しい。あ、よかった。3つ目いいじゃん。あ、よかった。あ、なんか下げてくるんかな思ったら上げてきたね。ちゃんと4つ目は、はい、結構あるあるだと思うんですけど、はい、健康にすごい気を使うようになりました。あ、はいはい。っていうのも今までやっぱり平気で学生の時とかカップラーメンとか食べてましたし、なんか平気で飲み会の後ラーメン行こうぜとかもありましたし、まあ、そもそもやっぱ飲み会ですっごい食べたりとかもあって、でもやっぱ筋トレを続けてたりとか、まあ減量とかっていうのを繰り返していくうちにやっぱりすごい繊細になっていく、その体の反応に、はいはいはい。でそうなると、うわ、これ食べると調子悪いんだなっていうのをすごい気づいたりして、じゃあこれは避けようとか、はいはい、これ食べるとすごいパワー出るなっていうのにも気づいたりとかするんで、あ、それが結局健康につながってるのかなとかって思ったんです。いや、もうお見事ですね。僕もあのそれは正直筋トレを通じて一番大きな財産なのかなと思います。体が変わったことは間違いなく大きな財産なんだけど、自分の今それ以上に健康に対する意識と知識がついたことがメリットが大きいと思います。本当にそうですよ。本当にそう、うん、だからなんかあの普通に生きてるとそこを意識しないんですよ。だって何食ったって俺ら病気しないし、体言わしたって別にまあ翌日治るし、普通に考えれば別に食べるもんって気にしないのが普通なんですよ。そうですよ。ぐらい今の世の中って便利だから、薬飲んだら治るとか病院行きゃいいとか、医療制度もしっかりしてる日本だとなんか気にしなくて、ただほんまにそれでいいんですかっていう風に問い詰めた時にイエスって言える人俺少ないと思う。だって病気するし、絶対に糖尿病になるし、あなた、うん、長生きで生きたいって言ってても長生きできる人は少ないと思う。何も考えてなくて今の20代30代40代を過ごしてたら、うん、あなたが90代まで生きれても病院の中ですよ、老人ホームで早く行くんですよ。これを今のこの若い世代の時からそれに気づいてやっていけることに気づき、それがいいと気づけてるのは何よりも、ね、財産やと思う。そうですよね。だからこの4つ目さすがです。やばい、ちょっと待って、期待度上がるね。あれ下がったんかと思って、あ、でも最後は自信持って言えますよ。マジっすか。はい、めっちゃいい。いいですか。はい、メリット5個目は食の幸せにすごい気づきました。おお、逆にめっちゃ聞きたいそれ。いや、なんかすごい、はい、自分で言うのもなんですけど、やっぱ実家ですごい美味しいものを食べて育ってきたんで、やっぱ美味しいものを普通にまあ美味しいよねっていう感覚でいられたんですけど、自分の食事をコントロールして、まあ
食べたいものを好きなだけ食べてるわけではなく、やっぱり健康に気を使ったり筋肉に気を使ってご飯を食べていった結果、やっぱり薄味のものとかがすごい多かったりとかで、なんかちょっとたまに美味しいグルメなものを食べるとすごい下にバッと広がって、でうわこんなに美味しいんだと思って、多分実家から出てきてすぐ食べたら絶対に気づけなかったなとかっていうのがあったりして、舌が繊細になったりとかっていうのがやっぱり僕は結構なんか嬉しいなと思いました。食ってすごい素敵なんだなって思いました。あそういうことね、はい、僕がよく言うこれなんですよ、あの舌がリセットされてるんですよ。あその感覚だと思う。そうあのやっぱり甘いもの、辛いものにやっぱり日常食べてるもの刺激物が多いんで、舌にとっては舌がバカになるんですよ。だから飴ちゃん食べて飴食べたら甘く感じないみたいな、なんか辛いもの食べてたら辛いのいけちゃうとか、なんか僕ら普段食べてるものってもうプレーンなものしか食べないんで、ソースもあまりつけないみたいな、カロリーめっちゃコントロールしてるから、でその中にたまにこう味のあるものとか食べると味濃く感じるんだけど旨味も感じる、うまっってなりますよ。だからあれって舌にとってはすごくで、俺自分が健康のことを勉強してる時に読んだんですよ。塩分っていうのは舌をバカにさせるから、あの塩分を取らない期間を取るのはその人間にとって今の現代社会には大切なことじゃないと、その判断が舌でできなくなって、どん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 体に濃い、要は本当だったら舌が痛くて食べたくなくなるものがここがおかしくなっちゃってるからこうやって通過しちゃうわけ。へだからバカになってる、はいはい、このここの部分は今の俺らが味の濃いものも急に食べれるかって多分食べられる、ちょっと食べれる、コーラも飲めるけど2口ぐらい飲んだらもういいみたいな、みたいな感じでリセットされてるから、要はフィルターになってるの蓋が、本当はフィルターなはずなんですよこれって。でここで判断してここに行くんですけど、これが現代社会バカになってるんでこっちに全部落ちるんですよ。どうなるかって言ったらそれが病気の元になるんですよ。でもそれを裏を返すわけじゃないけど、そこの喜びっていう表現に変えて今多分伝えてくれてて、それが要は舌をこううならせてくれるうまさのものが今判断つくことです。そうですそうです、うめえ、このなんかこれは多分そう感じれる人は舌が繊細な人か、舌を一回リセットしてる人かちっちゃい子供なんですよ。なるほど、そう、まだ汚れてないその確かにいい状態の、確かに、だからメリットにして十分だと思います。わあよかった、ありがとうございます。それめっちゃある、それめっちゃある。嬉しい、ありがとうございます。さすがじゃん。ちゃんと考えてきてくれてた。考えてきました。ありがとうございます。サクッといきます。サクッと、じゃあサクッとデメリット。はい、サクッとデメリット。これがやっぱ目標が、まあ、常になんか変わり続けるっていうのは、なんかまあ、僕も最初ボディービルダーになりたいと思って始めてはないんですけど、なんかちょっといつの間にかお前何目指してんのって言われて、おいつの間にかなんか目指してるの変わってんなみたいな、結構周りから見て結構変人扱いされるみたいなのは結構あるなとかって思って、目標が延々と変わり続けるみたいなところは、なんか今話しててあんまデメリット感じないの。アウト。次調子が調子が悪かった。まあ、優先順位がジムになるっていうところで、まあ、結構やっぱり人と合わせるとかっていうのは多少やっぱり難しくなるのかなっていうのがちょっとデメリットかなっていう。じゃあ、まあ、例えばですけど、もう結婚されてるんですからね、はいはいはい、例えば女の子ってオプションないかもしれないけど、じゃあ一般の人に置いた時に女の子と何々っていろんな友達と遊ぶっていう中でもジム行っちゃうみたいな。そうですね、だからそれはやっぱりまあ多少ないとも時間の制限はあるんで、まあそこは言ったらデメリットかなとかっていう。デメリットかな。次もうでも本当にそのぐらいしかないですよ。まあ旅行の時に一人でジムに行くことが結構あるんでちょっと寂しいなっていう。自分が、はい、自分がなんか友達とかと一緒に行ってて、はい、でもやっぱりジムはやっぱ外せなくて、ジム行っていいっていうので、まあじゃあ向こうはじゃあ先にサウナ行ってるわとかって言うんで、はい、まあそうだよなとかと思って一人で行くんですけど、ちょっと寂しいな。次。やばい。あ、はい、はい、着れなくなる服がある。あ、間違いない。終わり。もう一個あるやん。もう一個、はい。あ、脂っこいものにやっぱ抵抗が生まれます。おお、確かに。なんでやっぱりみんなでご飯が食べるっていう時に純粋に楽しめない自分もいる。
確かに。例えば気使わせる時もあるよ。そうです、もう二郎系行こうぜ、二郎系のラーメン行こうぜとかって言ってもちょっと太るよなっていうのはやっぱり片隅にはあるんで、まあ今まで 100% 楽しめてたものが、まあ、楽しめなくなったのかなみたいな、ちょっと抵抗はあるなっていう。唯一のデメリットですね。じゃあ唯一のデメリットです、ね、以上。もう本当にそうじゃないんですよ、あんまりデメリットが。そうですね、メリットに比べたデメリットの質がだいぶ低かったのかな。頑張った結果出たのが今の5つ。本当に頑張りました、本当に頑張りました。だから多分ナスケ君の結果的にはメリットがありすぎてデメリットを頑張った結果こうなりましたっていうことです。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。